はい、ファイティアジェネのママです。今日はテントさんにヤバいテントが入ったので早速見に行きたいと思います。行ってきます。ソワダテントのなんか、なんか名前があるとか、ドメナン株式会社というところです。はい、そこには今回初めて、はい、手掛けたテントがソワダテント。あ、もうこのテントの名前がソワダテント、はい、で、ソワダテントをこうやって設営していただいているので、ちょっと詳しく話を聞いていきたいと思います。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。で、鳥取の、はい、米子なんです。あ、米子、うん、はい。で、この窓のイメージが田んぼ。あ、はい、田んぼのイメージで、横が大山のイメージ。あ、三角 の、うん、あの窓ですね。両方とも鳥取ですもんね。で、やっぱりあの今こんだけ暑くなっていってるんで、はいはい、コットン100で、中で、熱がこもらないんで、一番快適。あ、はいはい、それと、冬場とか中で暖取っていただいても結露が出ないんで、はい、まあ、これからすごく人気が出るようなテントですね。あ、そうですね。で、これ横面引っ張らないんで、はい、これが入れば立つんです。あ、はい、はいはい。なおかつこういうふうに拡張性があるんで、はい、どんどん継ぎ足していきます。あ、そうするとタープがいらなくなります。なるほど。もうこれ一つで全部完結しちゃうという形、はい、で、またこの前に4面ファスナーいうオプションが出てきます。あ、そうなんですか。そうするとここでやってることがもう一個前でできます。あ、ツールーム的に使っていただく。なるほど。いや、ほんまにタープいらないですよね。いらない。こんだけ広かったら、ね、それと、まあ、設営、撤収、非常に楽です。今日はあの設営方法、撤収方法、全部やります。おお、はい、それは助かります。この横にこう、なんていうんですか、壁というかできるっていうのめっちゃいいですよね。まあ、あのプライベートな空間が守られるんで。そうですよね、はい、横に張り出しもできるし、こうやって壁みたいに使うこともできます。で、これも前もまたあの同じようにできます。そうですよね。いや、すごい。どんどん前に横に自由にレイアウトできます。自分が好きなようにこう。そうです、うん。わあ、すごい。生地感がもうすでに涼しい。そうですね。で、色もね、涼しげな色なんで。まあ、これとは別に限定色で真っ黒になります。ああ。もっといかつくなります。いや、黒やったらいかついですよね。いかついです。黒でここの枠が白なんです。ほんまに家みたいになります。そうです。へー、入り口も家みたいだし。あ、天井高っ。めっちゃ天井高い。こうやって手伸ばしてもすごい広い。ほんまに家みたい。普通に立ってこう着替えたり、普通にジャンプもできる。広い。ほんまに圧迫感がない。この後ろの窓もこんなに大きい。これも田んぼですかね。ね、こう区切られてるから田んぼのイメージが。メッシュがでかいからほんまに通気性というか風通しもいいし、大山の形も可愛いし。
これは物が置ける、あの軽いもんでしたら、あちょっと服ってとかそのテープで、あはいはいはい、あなるほど、これもついてるんですか、へえ。すごいな、両サイド大山があって前後に田んぼがあるあここもメッシュになる、なりますね、全部メッシュにしたらだいぶ涼しい空間ができると思います。いいですね、標準のセットが、はい、本体も、これはついてるんですけど、はい、1枚これがついてる、あ1枚もうこれがついてるんですね、はい、であと今両サイドにつけてるのがオプションです、あはい、え、この前のやつは横につけることできます、できるんですか、あのここがファスナーです、あ、じゃあどこにつけてもいい、どこにつけてもらっても OK、あーなるほど、じゃあもうその時その時で横につけたり、はい、前に張り出したり、すごい点なんですね、レイアウトが自由なんですね、だいぶ自由ですね、どこでもつけるっていうのがめっちゃいいですねあとね、今あの細かいところがいろいろ工夫されているんで、はい、例えばこういったところ、はい、下打てば勝手にこれだけの立ち上がりができるんで、はい、雨とか入ってこないんです、ね、ああなるほど、うん、はいはい、こういう風にやるとちょっと スカート的に響くなると、はい、ここにあの電源を掘り込む、ああのもうファスナーがあるんで、あ、はいはい、だから冬場ホットカーペットとか、あなるほど、あの電源サイトとかで使っていただく、これは結構いいですね、これも完全防水です ね、 ねここだけ生地が、うん、あの防水の PVC、はい、あの素材使ってるんで、あ破れてしまわない限り入ってこない、あなるほど、こんだけ立ち上がってたらよっぽどのことにない限り、まず大丈夫です、ね、大丈夫ですよね、ちゃんと2分しっとりって書いてすごい、もう日本って感じかわいい、風とかにはどう、注意です、やっぱりあの重たいから、はい、上から押さえ込むんで、あ普通のテントといったらアルミのポールで、はい、で、風巻くんからアルミ軽いんで持っていかれちゃうんですけども、はい、このテントの場合は上から押さえ込んでるから、うん、あのほとんど風の影響が受けます、強いです、ポールとか全部ステンレスで作られてるんで、はい、ステンレスだと強いですよね、ポールはもうついてるんですか、ここの前の2本はついてる、あ、なるほど、はい、なんかあの私思ったんですけど、前回あのテントスさんで紹介させてもらったコディアックキャンバスに少し似てるなと思いました、はい、構造的には同じです、へ、スプリングバーという方式で、はい、あの何社からか出てます、へ、でそういったところにはない機能がいっぱいついて、そうですね、はい、こういう張り出しとかコディアックにはなかったんで、ちょっと痒いところに手が届くそう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 、確かに、へ、まあ言うてもカーサモスとかもこんな形です、ね、そうですね、おしゃれ、なんか存在感が結構あるからめっちゃ目立つかも今見たことないテントなんで、正式には6月の初旬ぐらいから、はい、リリースされたテントです、だからそんなにまだ出回ってなくて、で、所さんの世田谷ベースという雑誌に掲載されたり、はい、あなるほど、それに掲載されてるのが黒の、あ黒の方、うん、やっぱり見たことないからいろんなキャンプ場行っても
田テントっていうの。え、これもちなみにあの販売店さんはうちだけです。今さすがです。もう貼ってるとこを 見たかったらぜひテントスさんへ来てみてください。中に引いてあるこのまたこのこれですマット、これまたあれですか。です北沢さんですよね。北沢さんです。で、これ試作バージョン。あ、試作なんですね、うん、はい、試作に2回やってます。あ、はい。でちょっと寸法が合わなかったんで、最終的なものはこの間出来上がりました。あ、できたんですか。はい、これまたエスカルゴマットを作ってる北沢株式会社さんのものなんで、やっぱり底付き感がないですよ。もうすごい快適。これだけで多分寝れるんじゃないかな。ね、なんかもういつもマットとかシュラフとか引いて寝たりする。今そこに引いてるのが1枚もんの四角いやつで引いてるんですけど、本ちゃんは半分に折れる。ああ、なるほど。半分に折れたらいいですね。なんか分厚くしたいところとかね、半分に折ったりして。これちょっと寸法違うんですけど、これが若干小さくなる。へー、あ、ここに折れるように。そうです。こうか。あ、なるほど。座布団として使ってもらっていいし。あ、なるほど。でこれを折ってここにこう置いても別にね、ちょうどいいですよね。あ、もう言うまでもなく座り心地がいいです。へー、これもまたテントさんだけの。そうです。いやいや、めっちゃいいですよこれ。このインナーテントとかのね、中に引くのにめっちゃ何枚か買ったらちょうどよく引けると思う、ね、ほんまにかゆいところに手が届くテントスさんです。せっかくなんで、はい、設営お撤収いいですか。今からやります。ぜひお願いします。状態で、はい、あ、ここも、おお、あ、綺麗に、お、すごい、まあ、これ一人で真ん中に立てばできるんで、はいはい、おお、綺麗。でちょっとここ折り返しておいてください。はい。で、ファスナー開けておいてください。はい。中のエアが抜けにくいんで。ああ、なるほど。一度戻します。で、ちょっと切るんです。この状態を作ってやって、これを一度こっちに折ります。はい。この状態でこちら側から半分に折ります。はい。あ、はいはいはい。半分に。で、もう一度半分に折って、4分の1にして丸めていきます。はい、おー、簡単ですね。簡単です。めっちゃ綺麗に畳めるし。この状態が作れたら、あとペグを抜いてやってください。あ、なるほど。4分の1にして丸めていって。なるほど。で、こっち側から、ま、あのやっておくと、これが団子になりやすいので。あー、後ろから後ろから。はい。これをこうやっておいた方が団子になります。これを広げた状態でパタンとやったときにまた団子になります。あ、で、設営するときは、はい、ペグを四隅だけ。あ、四隅だけ、はい。その前に、グランドシート、はい、沢田テントの場合オプションになります。あ、そうなんですね、はい、グランドシートを必ず敷いてください、はい、あの側面のほぼの感じ。ああ、はいは
つにだけ打ち込みましたと、はい、こちらの方だけ、あ、下の方、下の方だけ四隅打ち込んでやってます。あ、なるほど、はい、ポールセットします、はい、これ上下ないです、あ、どっちでもいいです、どっちでも結構、でこのポールに対して直角になった位置がスッと入る、ここで入れて、そんな入る箇所があります、はい、で必ず奥まで入ってるのを上から確認してください、ここに当たるまでですね、はい、あ、なるほど、はい、入ってますね、でこの状態でこういう風にセットやって、はい、一度押してみてください、はい、押すときに ここ挟まない、あ、はい、こう持っていただいてグッと押してください、はい、こっちの手離さないでください、はい、このままはい、あー、これでまっすぐ、そうなるほど、あー、なるほど、え、簡単、そして上をちょっときれいにします、生地を伸ばして、はい、ここを持っていただいて、はい、ちょっと手前に引きながら、ここに引っ張る、はい、ここに、はい、行きました、これ、道部分開けとってもらうともっとスッと上がる、あ、空気がね、こうちゃんとなって、ここに引っ掛けます、あ、そこに通すだけですか、はい、お、反対側お願いします、はい、一人でもあ、できます、できますよね、結構あのこうグッて押さえるときもそんなに力いらなかったです、そっとテポの原理みたいな、なんかスッと入りました、これさ、モントベースはあれ似てない似てますよね、めっちゃ似てます、これが標準でついてます、そうですか、めっちゃかっこいい、これこれこれ、あれと思ってかっこいい、この横にさ壁というかできるのって結構安心感すごいなと思って、多分慣れたら10分から15分あれば立ちます、簡単、設営簡単、撤収も簡単、撤収も、もう畳み方が決まってるってめっちゃいいと思うんですよこのロゴがめっちゃ可愛い、あの鳥取といえば恐竜なんですけど、恐竜がこう虫眼鏡で覗いてるところがめっちゃ可愛いです、これちなみに、はいはい、恐竜、まあ、ゴジラみたいに皮膚じゃないですか、はい、まあ、それでも強いですよ、コットンなんで、だから火にも強いですよっていうようなイメージらしいです、なるほど、いろんな意味が込められてて面白い、なんかテントにこうやって日本語が入ってるってすごい新鮮じゃないですか綺麗、綺麗に、後ろには日差しみたいなのがあるんですね、それがちょっと先気になって、こちらも目つぶした時に、はい、ちょっと こういうふうにしとけば外からも見えにくくなるし、そうですよね、下からだけ
閉じ取っていただいたら、はい、風通るんで、で外から見えなく涼しい、はい、めっちゃいいプライベート空間が。それじゃまたくるくるっと巻いて外で、あ、止めれる、うん、後ろは後ろでまたいろんな立て方ができるってすごい。もう一つ前にタープみたいな感じでつけたければ、うん、また同じように。なりますなります、ね、こういう風に塞いでもらってこっちから出入りも OK だし、ほんまや、あ、これはこれでいいですねこの状態で、それはもうここはタープになるのかな、はいはい、別に横にタープ貼らなくても全然いいよ。綺麗。新たにタープを貼るとなると、はい、すごいスペース取るんですよ。確かに。だから一枚継ぎ足して、そこからのロープだけで済むんで、うん、持っていっておけばその場の状況で いろんなことができる。なるほど。あとオプション的に、はい、上の雨よけカバーというのも出てきます。あ、そうなんですか。まだ発売されてないんですけど。はい、今制作中というか今制作中で、前の4輪ファスナー、はい、これが、あ、はいはい、ここにもファスナーが全部つけます。おそれもまだ出てません。それが出るとこれを4輪ファスナーに変えると、はい、ここでやってることと同じことがもう一個前に、そしたらもう完全にツールの的に使える。そういう拡張性をすごく持たせる。すごい、あと重量っていうのは何キロぐらいの、ね、正式にはまだはっきり出てないんで大体35キロぐらい。おでポールと生地取り分かれますから、あ、はい、あのいっぺんに35キロじゃない、あ、35キロが分け分けになるっていうことですね。やっぱりコットン重いですねルートベースもそれぐらい重かったので、いやめっちゃいいテント。これは今からちょっと争奪戦始まるんちゃいますかね、夏にもいいし冬は、あ、この下で焚き火、あのコットンですから一番強いんですけども、はい、オプションの横膜は、はい、フルコットンじゃないんです。あ、コットン 65%、はい、で PVC という、床に床の、はい、それが 35%、 あ、はい、テクニカルコットン、あ、火の粉が上に乗らない限りまず大丈夫、あ、これポリエステルだと一発だ。これ触っていただいても、はい、こっちコットン100%、あ、はい、こっち TC なんです。あ、でもあんまりわからないけど、あんまりわからない、あんまりわからないですね。あのコットンが65入ってるんで、あ、はい、風合いがもう ほぼコットンに近い、はい、パッと見わからない、わからないですね、どれがオプションなんかって全然わからないです。そして私レイアウト見てびっくりしたのが、あの前回ちょっと気になってる家具屋さん あのアウトドア用品で、いききさんという家具屋さんが作った椅子が今ありましたなんとすごいかっこいいんですけど、これもなんかバラして運べるらしいんで、アウトドアにどうでしょうかちょっと座ってみます。すごくないですか、この高級感というかこれアウトドアにもいいっ
けど家にも置いときたいって思うんですけど、すごい肌触りがいいです。木やけど本物の木なんですけど、すごいスベスベしてます。このカーブとかめっちゃ綺麗ですよいやこの布とかもなんかめっちゃ高級感があります。この椅子もだいぶ人気あるみたいですよ。バラセのところ、あ、はい、こういったところ、あ、全部直接気に行かなくてステンレスで間かましてるんで、あ、なかなか行ったことないです。なるほど。いや、いいなこれそしてこっちにまたイキキさんのタイヤ付きのやつありますよ初めて見たタイヤ付きの。このサイトかっこよすぎません？丸ごといっちゃいましょう丸ごといったらもう破産してしまうこれがこの前ね、私たちが買った扇風機です。アイファ、このサイトかっこよすぎるんですけど、これもあるんですよね、七夕にも。そうですね、出るんですね、はい、出ます。今ちょっとこれ販売してる分なんですけど、はい、ダイヤモンド風ね、柄にします、はい、でダイヤグローブっていう名前で販売してます。へえ、これちょっと見ていただいたらいいんですけど、はい、耐熱ガラスでは作ってないんで、はい、ソーダガラスで作ってもらってます。ソーダガラス、耐熱ガラスほどはちょっと強くないんですけど、はい、もう見てもらったら分かる、めちゃくちゃ分厚いです。うわ、ほんとや。めっちゃ分厚い。なんで、急な雨降ったり、温度変化にはあんまり強くないんですけど、はい、影が、こんだけ分厚いんで、影がすごい反射して綺麗に映ります。はい、めっちゃ色がすごい綺麗なと思ったんですけど。グレーと、はい、紫を混ぜたような色。はい、で作ってもらってますんで、なかなか他にはない色やと思う。そうですよね、はい、初めて見ましたこの色、めっちゃ可愛い。このシルバーにめっちゃ合うんですよ実際にちょっと火つけてもらおうと思います。お願いします。でソーダガラスなんで、あまり一気に芯を出しすぎないようにしてください。お、はい、ゆっくり温度を上げていった方がいいです、はい、あんまり一気に火を上げると、はい、クラックの原因になったりしますので、ゆっくり調整してください、はい、これぐらいで。お、あ、ほんまにちょっとだけ出すんですか、はい、で温度が上がってくると徐々に調整していってっていう好きなところで、あ、はい、めっちゃ綺麗じゃないですかこれ、めっちゃ綺麗もう色の反射がめっちゃ綺麗ですよ。これキャンプ場でやったらもうずっと見てられると思ういやすごいかわいい、映えですよこれ、映えありがとうございます。じゃあ次、はい、次お願いします、はい、新発売されるのが、はい、これがまた素晴らしい色の向きがあるんで、ちょっとこれ決めてから入れますね、はい、テストしてください、はい、ほんまに星空みたい。一応7月7日に発売させてもらう、はい、星空っていうタイトルのガラスになります。わ、もうすごい、七夕で、七夕のイメージなんですけど、はい、職人さんの手作りになりますんで、はい、もうやっぱりこうランダムになっちゃったりするんですね。あ、なんで、まあ、星空っていうタイトルで出させてもらいます。なるほど、
わ、めっちゃ綺麗。なんかここがちょっと天の川っぽくなってるんですよ、ここが。まさに七夕ですよ。昼間は言ったら、はい、もう消してるとただの青い、あ、はい、ガラスなんですけど、はい、もう言ったら空みたいなイメージ で、はい、で暗くなって火灯をしてもらったら、まあ、星が出るみたいなイメージの、あー、はい、まさしく星空ですよね。そうですもう星空としか言いようがない。いや綺麗、これめっちゃ綺麗。徐々にもう温まってきたんで、はい、芯を上げてもらって好きなとこで調整してもらったら、めっちゃ綺麗。私まだオイルランタン持ってないですよ。この機会に。よかったら、いやこれは綺麗よ。これ一応デイツ、ピュアハンドの、VD スペシャル276現行のバージョンもいけますし、僕試したやつで言うとストームカッペっていうやつも275も合います。で現行でいうとデイツ78も合います。多分76も合うと思うんですけど、はい、フューハンドの現行とデイツの現行は合います。78は合います。はい、結構いろんなランタンに使えますね。もうぜひもうテントスさんでゲットしてください。これはもうおすすめ、超超おすすめ。これはもうこれ持ってたら多分モテると思う。いやこれ綺麗ですねって言われると思います。え、ここでしか買えないですよね。そうです。で職人さんの手作りになるんで、はい、数もちょっと限られてますんで、店頭販売のみで、はい、でそれも開けてみないと個体差があるんでちょっと分かんないですけど、はい、ぜひ来て選んでください。見てください。ぜひぜひ店頭さんへ皆さん来てください。お願いします。ありがとうございました。そうですか。お、なんかキャンプしてるみたいですね。じゃあおうちキャンプです。はい、沢田テント今回見せていただいたんですけど、どうでした？沢田テント。いやでもほんまに生地感とか涼しいし、これからの季節めっちゃもってこいのテントやと思います。エンディングはあのテントさんのご好意でこれのこちらの星空とともにお送りしています。いやもう素晴らしい商品をいっぱい今日は見せていただいたんですけど、またあの沼に足元すくわれないようにしっかり立っていきたいと思います。もういききさんの椅子も素晴らしいし、いやもうテントスさんはすごい、もう沼すぎて抜けられそうにありません。まあ、定期的にちょっとお邪魔させていただこうかなと思います。皆さんもぜひテントスさん来てみてください。とってもいいショップです。沢田テントの方はあのテントスさんでしかこう実店舗販売してないので、ぜひテントスさんに来てみてください。そして実際こう手で触ったり見ていただくことで欲しいってなると思うんで、実際こう見ていただいた方がいいと思います。なのでテントスさんぜひ来てみてください。その頃にはもうきっとこちらの星空も販売されてると思うので、ぜひぜひ見てみてください。ぜひとも皆さんテントスさんでいろいろ見ていただいたらなと思います。じゃあ今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンの方ぜひぜひよろしくお願いします。相手はチャンネルママでした。